2014年5月12日、突如としてこのようなスレが立てられた。母の日のせいで彼女に振られた。正確には彼女ですらなかったらしいけど、死にたい？どんまい。今日、大学で初めてできた女友達エリコちゃんと初めて二人っきりで遊ぶことになってた。二人で遊ぶってことはもう彼女じゃん、と俺は考えた。彼女できたら親に紹介したくなるよな。だからエリコちゃんを実家に呼ぶことにしたんだ。何言ってたこいつ。ちょっと何言ってるのかわからない。真っ先に親に紹介したくなるっていう発想がすでにおかしい。親には彼女が来るって伝えておいた。13時頃、エリコちゃんはやってきた。ふわふわした素材のスカート履いてて、あ、こいつ誘ってるな、って思った。親の前でカッコつけたかった俺は、ま、入れや、って言った。エリコちゃんはこの時から不安そうにしてた。とりあえず俺の部屋に連れてこうとしたら、母親が寄ってきてエリコちゃんに。何その小さいバッグは？って聞いた。エリコちゃんは肩から斜めにかける、なんかテカテカした財布みたいなバッグを持ってた。おろおろするエリコちゃんに、母ちゃんは。せめてエプロンくらいは持ってきたんでしょね。と言った。エリコちゃんは。え？持ってきてないですけど。と言ったら、はぁー。って大きなため息をついた。エプロンも持ってこないで何しに来たのあんた。って母ちゃんは言った。俺は何が何だかわからなかったけど、ここでイニシアチブを取っとかないと女に舐められるし。バカじゃねえのお前、ってエリコちゃんを睨んでおいた。エリコちゃんは泣きそうになってた。母の日に来たってことは、何かしらのコールコールをしに来たんでしょ？それともただ遊びに来ただけ？って母ちゃんはエリコちゃんに怒った。俺はここでピンと来た。母ちゃんはエリコちゃんに何か家事をさせたいんだって。だから俺はエリコちゃんに、謝っとけ、って言って肘でこめかみをこづいといた。最低だな。こいつら決まるがい。マギ聞きかと思ったらマギ聞きだった。なんか俺、めっちゃ叩かれてる？やっぱそんなに悪いことだった？さっきから LINE にめっちゃ罵倒されるし、Twitter 覗いたら俺の悪口だらけだし。お前とお前の家族が悪い。人と付き合うなよ。叩かれないと思ったのかよ。エリコかわいそうすぎはロタ。結局のうなったんだよさっさとかけ。まあお前の評価を逆転するのはもう無理だろうけど。で、続きはあるの？なんか書くの面倒になったから流すけど、エリコちゃんに無理やり昼食作らせる。母文句言いまくり、確かにあんま美味しくなかった。てか幼い味？俺はここは母をあげる場面だと判断して、母ちゃんの方が10倍うまいな、って言っておいた。母、昼食の材料費をエリコちゃんに請求。父、エリコちゃんに、豚みたいな腕やな。って言って二の腕を揉む。エリコちゃん泣き出して帰る。俺切れる。エリコちゃんに、こんな態度取って別れてもいいの？と送る。見せしめのために、共通の友達15人全員いるグループで、スタンプなし。共通の友人ブチギレ。こっちの危機。こんな態度取って別れてもいいの？はてなはてなはてな。親子揃ってゴミクズやな。家族揃ってエリコに土下座しろ。今更だが、これ母の日のせいじゃなくて、お前とお前の家族のせいじゃね？父の日でも同じこと起きてただろうね。俺っておかしいのか？一応たちはたくさんいるし、お前らみたいにぼっちじゃなかったぞ。今日までは、女って優しくしたらつけ上がるから最初に叩いておいた方がいいってお前ら言ってただろ？女を叩くのはネットの中での話だろ？付き合ってもないのに叩くとか、仮に付き合ってても親と一緒になって文句言うとかありえん。それに俺は付き合うのは、付き合おうって言うんじゃなくてそんな雰囲気になったら付き合うことになってたって方が好きだから今回のエリコちゃんもそうしたんだけど、エリコちゃんからは、あなたと付き合ってたつもりはありません、って来た。エリコちゃんの友達からは、あんたが二人で遊ぼうってクソしつこいからエリコが付き合ってやったのにクソが、って来た。女のくせにクソとかキモいしね。どこからそんな自信が湧いてくるのか不思議。ああ、ウブの得意な妄想か。ところでなんで一話すれ立てたの？正直学年中からフルボッコにあっててかなり盛り上がってて怖いんだ。ツイッターで俺の本名検索したら俺の悪口が並んでるんだぜ。今も震えてる。共感の言葉が欲しかった。現実で周りに叩かれてることをネットで共感を得ようという考えがそもそも甘い。ネットではいいことも悪いことも現実より過激になる。あー、もう女死ね。母親も死ね。みんな死ね。事実を漏らず書いたことは素晴らしい。だけど、どういうところで共感してもらえると思った？
身分を乗る有効能が評価してもらえると思ったんだ。俺はこんなに叩かれるようなことはしてないって思ってたよ。でも違ったみたいだ。俺の家族はおかしいのかもしれない。まあ母親を立てるってのは素晴らしいことだと思うが、立て方を間違ったのと、エリコちゃんを守ってやらなかったことがいけないよな。たらればになるが、まずはエリコちゃんを守ってから母の日だから飯作るの手伝ってくれない?ってな感じで説得から入れば違った結果になったかもしれない。とマジレス。初対面の彼女でもない女性に対して、家政婦扱いですか?さらに悪乗りして、暴力ですか?どう見てもクズ一家です。本当にありがとうございました。共感できるわけねえだろ。池沼すぎはロタ。お前がさあ見知らぬ同級生の家に行った時に、下男扱いされて、上からの態度で葬儀とか強制されたらどう思う?うまい例えだね。材料費請求するだけでもクズ扱いされるのにそれが霞むレベル。学生のっちどころか一生結婚できないね。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。